はい、皆さんこんにちは、白目と申します。本日もギルドバトルやっていこうと思います。本日のお相手はシリウスさん、よろしくお願いいたします。このギルドは なんだレジェンダリーの方が結構いるのかな。まあ、よくわかんないんですけど、いや、やっていきましょう。こちらですね。はい。どうしようかな。こちらの方、行きたいと思います。上はこれなんですよね。下でもトラクターを使いたいんですけど、さあどうしましょう。はい、これでいこうと思います。よろしくお願いします。風パンダはトラクターで受けるのがいいんじゃないかという個人的な結論に至りまして、受けます。はい、デアナベルの縦割りはもう仕方ないですね。このクマルのところが、ラカンだともうやばい。どうしようもないっていう気がしてきますけど、まあクマルなんでなんとか対応していきたいかなと。でもこれは長期戦覚悟でいくので早送り。はい、ありがとうございました。うわ、よくねー、それはよくないな。ちょっと待ってよ。いやー、待って待って、よくないって。回復するしかないかな。水していきます。うわー、やばいやばいやばい、最悪最悪。よし、ゲージ割って強振張ります。危ないけどだいぶピンチかな。よいしょ。あ、待って待って、ピンチピンチ、すげえピンチですよね、ですよね、ですよね。縦割り入れれないか。回復して、いや待て待て、ゲージ割ってなんとかなるか、ならないか、なんとかなる。うわ、ガリオン持ってかれた。うわそれはないか。ドローまで粘ります。早送り。はい、ドローが出ましたので、すいません、ドローさせていただきます。いや、勝ってないけどな。これ勝ってないですけどね、実際ね。はい、続いてはこちらの方お願いします。下はセアーで爆破していく感じかな。グローゴデコイにして、まあこんな感じかな。まあ、ペルナ落とせればなんとかなるかなっていう感じですかね。
回復がエラードだけだけど大丈夫かな。まあ大丈夫と信じましょう。上はこのままリーダースキルは防御アップですか。まあこのままで大丈夫かな。コッパーっていう手もありだけどどうしましょうね。アマルナに防御、レイド前衛だとありえるか、防御に振ってる可能性があるな。っていうことはやっぱりコッパーもちょっとまずそうですね。そうだな。まあこのままかな。で行きましょう。よろしくお願いします。またこれも早送りの可能性がある気がしますよ。まあとりあえず、あ、ラックインガールなら鬱陶しいですね。アマルナ、アマルナとアルマナ、なんか間違えるんですけど、アマルナ、やめてほしい。あ、結構回復はすぐに使ってくるんですね。よいしょ。ミスつけて、敵付けの方にしましょう。いやー、荒れますねこの水風。はい、とりあえず楽園が嫌なんで、まあ、楽園もね順次消していきたいですね。まあいいか。水船バルまで持っていきたい。オッケー。これでゲージ上げて、ケーキ付けしたいと思います。痛い。よいしょ、オッケーですね。次、アマルナ、アマルナか、本当に光のアヌビスいきます。はい、まあ蘇生されても、はい、水風はどんどん倒していけばいいんで、まあそんなに怖くないかな。水風じゃないや、風姫の暴走だけが怖い。このアマルナの縦割りと楽印と回復阻害とっていろいろつけてくるのが、まあ自己要因なのかなっていう感じですかね。まあこのキャラは結構レイド用なキャラだと思うんで持ってるんですけど、あのスキルマが遠くてまだ全然使えてないっていう、早くレイドにあのベラデの代わりに入れようかなと思ってるんですけど、まだまだちょっとスキルがね、スキルムが遠くて、前に一回アヌビスのヒーローダンジョンがあったと思うんですけど、その時やってなくて、ヒーローアヌビスなんか作らないでしょとか思ったらまさかの必要になってきたんですよね。よし、まあ、あとは、風姫を殴っていきましょう。ああそう、ルーン解除の動画を上げた後にルーン解除をしたっていうのはちょっと前お話したと思うんですけど、実はトラクターのルーンも変えてて、前はなんだっけな、破壊守護刃だったんですけど、今迅速にしてあって、速度を意識してみたんですよ。まあ、吸血と迷ったんですけど、まあちょっととりあえず速度を振った方が嫌かなということで、はい、まあこれがねペルナの嫌いなところですね。これ爆破で多分
死ぬな死ぬな。っていうことは殴らずに行きますか。反撃か。それはダメだな。ジュルタンに置いてペルナ投げ。ペルナ爆破で死んでほしいんで。結構火力高いな。やばいぞこれは。はい、置いといて、よいしょ、オッケー。いてー、グローブが落ちる。そうですね、こうしてペルナ殴っていきますか。こっちが回復してバンと。よし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 。まあ、こっからは多分大丈夫かな。あ、反撃か。カミラの反撃って珍しい気がするんですけど、どうなんでしょう。よし、オッケー。あー、キックさんどんまい。アプリ落ちがね激しいんですよね本当に。よいしょ。あー、しまった、もう一旦あった。よいしょ。おー、ナイス暴走。痛い痛い痛い。よいしょ。はい、オッケーですね。はい、ありがとうございました。じゃあ最後どうしようかな。こちらの方行ってみましょうか。ちょっと下は試したいんで、ホルスコッパーブル、そうだな、デルフォイと迷うんですよね。デルフォイコッパーホルスで行ってみたいんですけど、延長がどう入るかっていう感じかな。まあでもこれで行ってみますか。まあ試しで行ってみましょう。上がリナをデコイに置いて縦割りか。どうしようかな。あ、でもいいのか。違う違う。あー、どうしようかな。どうしましょう。火で固めるのもありかなと思うんですけど、トレバーが地味に嫌ですね。そうだな、どうしようかな。このパーティー地味に嫌ですね。はい、これでいこうと思います。先にセアラを落としてトレバーは時差で耐えながらっていう感じでいこうかなと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、おっと、そうきますね。よいしょ、ベチベチしていきましょう。あ、耐久に振ってますね。多分アナビルの解除が来るかな。解除じゃないな、回復。来ないんだ、来ないんだ。いや、これはまずいんじゃないか。いや、耐えるんで爆破しましょう。 OK で、よし、剣折り入れておけば爆弾もそんなにね怖くないんで。
予定が変わりましたね。先に、セアラを落とさせたんですが、よいしょ、これ普通に殴ります。オッケー、まあ、こっからの負けはないですね。ふう、あ、抵抗された。アナベル、かわいいですね。オカルト系がね、一体も持ってないんで一体欲しいなと思うんですけど、あ、めっちゃ抵抗してきますね。よいしょ、爆弾乗っけて爆破、はい、オッケーです。さあ、ここですね。コッパー動かして風姫を落としに行きます。52000、いいですね。あー、それは良くない、良くない。お、抵抗した、ナイスナイス。延長抵抗したんですね。せーの、顔を打って、減速を入れたい。ここから、水井狙っていきます。延長入れてゲージダウン、叩く、いいですね。よいしょ、これはちょっと待って、水井風のゲージ奪う、奪えない、よし、ナイス。よし、これで上げて一緒にドン、よし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 。精霊の方を打ちましょう。減速入ってほしい。延長、お、これいいぞ、強い。おー、いいですね。あ、これ強い。はい、無事に3勝できました。まあ、あの、最後は、挑戦させていただきました。はい、というわけで無事に3勝できました。どこだ、できました。はい、今1位か。ポイント的には4ポイントで、けっチリウスさんが結構ポイントが離れてると思うんで厳しいかな。はい、まあいいや。はい、というわけでギルボトでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよかったらよろしくお願いします。白目でした。